はい、こんにちは、こんばんは、たかです。ここ最近ドルは弱くて円が強いという、トレンドが出てますからね、特にドル相なんかは上がりやすい相場、クロス円なんかは上値が重い状況というのが、ちょこちょこ見えてはいると思いますけども、ただ指数なんかを見てるといいところまで来てますからね、反転なんかを見ていくさないにしても、少し突っ込み環境の値動きというのはね、意識してもいいのかなと思います。このあたりを踏まえて各チャートを見ていきたいと思います。まずこちらがユーロドル、時間足に冷え性を重ねています。環境としては上昇トレンドの調整局面と見ていくのが妥当かなと思うんですけども、昨日一昨日あたりで少し抜けてきてるんですよね。これをどう見るかと、これをブレイクと見ていくんなら今日も高値更新は強く意識していくわけですけども、ただこの中の動きですね、細かい動きを見てると、若干上値の差も見えてるかなというふうに思うんですね。確かに高値は更新していますけども、波の起点もこのあたりではないですね。波の起点はだいぶ下、このあたりからの上昇になっていますから、それなりにトレンドが成熟しているということにもなります。僕はもう波の判定にはそれなりに時間というのはかかるかと思ってますんでね、こういった値動きを見ていく人は僕はまだないかと思うんですけども、ただ高値警戒感は持ってもいいのかなと。これだけのトレンドが出てるわけでね、もし調整の動きが、このあたりですね、上がったり下がったりしただけだったとしても、それなりの押しにはなってきますので、単なる調整局面の動きだったとしてもですね、上の方でロングをしてしまったらこれはしんどくなってしまいます。高安の把握はしっかりやっていきたいですね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見ても上昇トレンド見えてますけども、ちょっとも高値更新止まっているように思うんですけども、どうですかね、調整局面には入ってきたかなと。日足を見ていくと強いわけですから高値更新も十分あり得るとは思うんですけども、ただ今日は CPI も控えています。このトレンドも波の起点だいぶ下の方にありますんでね、それを考えるともう少し大荒れが重い状況を意識してもいいのかなと思ったりはしますね。このあたりを調整レンジと見ていくんなら現在地、やっぱり高値圏かなとも思います。強いのは十分わかるんですけどもね、買っていくにしても買っていく場所、あとは日足の高値ですか、このあたりが直近の高値だったと思うんですけどもね、若干確かに抜けてはきているんですけども、ただやっぱり抜けた後に上値が重い状況も出てますからね、CPI で一つ決着はつくかもしれませんけども、この夜の9時半までですよね、CPI までの環境というところを見ていくんであれば、若干上値が重い状況を見ていってもいいのかなと思うところはありますね。高値警戒感を持ちながら買っていく場所を探っていく、もしくは短期的にね、調整の売りを見ていくのもありだと思いますけども、ただこれ高値更新してしまったら環境は変わりますんで、仮に売っていくんなら高値バックですね、抜けてしまったら一回は撤退と終わり切って行くんなら、一回売ってみるのも面白そうな場所には来ましたかね。いいところまでは上がってきたということですね。ただ反転には時間もかかりますし、CPI も控えています。大きなトレンドが出てくると考えるよりは、このあたりの調整局面、上がったり下がったりというところを意識して、高安の把握を、これが大事になってくるかなというふうに思いますね。はい、変わりましてこちらがユーロ円、時間足に冷え性を重ねています。これもチャートはすごく強いんですけどね、ここ上昇トレンド見えてるんですけども、この押しが結構深く入ってきたんですね。このあたりが波の起点というところで、いいところまでは来たかなというふうに思います。この強い上昇に対しての調整局面見ていくならば、ここレンジ相場ですよね。レンジの安値圏という見方もできるわけで、チャートはすごく弱いと思います。ただ位置が悪いですね、安値圏。まだ流れも止まってないですから、抜けてしまうこともあるかもしれませんけども、波の起点もだいぶ上ですからね、かなり突っ込んだ環境にもなってはきています。ロング見ていくにしても流れ止まってないですからね、すぐにというのは難しいかもしれませんけども、突っ込んだ場面においてのショートは少し気をつけたいところですね。あとはこのあたり、直近の安値でもありますからね、どうしても抵抗も出やすい場所になります。上がったり下がったり、そういった値動きに警戒はしたいということにもなってはきそうですね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。このあたり一回足場作ってるんですかね、下の方に抜けたことでもう一度トレンドが出てますけれども、このあたりでもし調整の形が出てくるんであればですけどね、同じぐらいのサイズ感の調整は意識したいところなんですね。であれば、下落トレンドを見ていくにしても、やっぱりそれなりの戻りというのは出てきそうでね、ショートしていくんならこの戻り、やっぱり頭に入れておくべきかと思います。そうなると、チャートは弱いですね。弱いですけども、ちょっとショートをしていくのは慎重にどうしてもなってしまいますね。買っていくのは逆割にもなってくるかと思いますから、そのあたりをどう判断していくのかというところも難しそうです。そして、こういった難しいことを考えてしまう理由の一つに、やっぱり今夜の CPI というのがあるかと思うんですね。大きなトレンド生まれにくいのかなと思ったりもしますので、一歩引いて慎重に判断していくでいいんではないですかね。難しいと感じれば、やらないという選択肢もありだと思います。CPI 以降の値動き見てから判断でもいいかと思いますね。
はい、変わりましてこちらがポンドドル、時事監視に冷え性を重ねています。正直僕は今日の相場というのはちょっと難しいと思ってるんですね。まあドル弱い、円が強い、まあ、これ順番わかるんですけどね。ただまあどうしてもこう CPI を控えているというところで、積極的にはなりにくい。ドルも安値圏、円も高値圏というのが若干見えてますからね、手を出しにくいなと思ってはいるんですけども、ただこのポンドですね、このポンドだけはなかなかやっぱりこう売りが入ってこないですね。まあ昨日も強かったわけですけども、このポンドの強さはしっかり見ていてもいいんではないかなというふうに思うんですね。ですからまあドルはどうなるかはわからないわけですけども、ポンドは強いわけで、やっぱりこのポンドドルなんかこう押し目買い、サポートを探したいというところはね、変わらず見ていきたいところなんですね。まあ、冷やしを見ても明らかに上昇トレンド見えてますよね。高値も明確に抜けてきています。まあ、これも波の起点だいぶ下ですからね。少しまあ突っ込み環境には正直になっているかと思いますけども、まあ、このサイズですから、もし調整入ってくればね、それなりのこう押しというのもありそうな場所にはなりますけどね。ただまあ、それでも、この流れを追っていこうと思うんであれば、このポンドの強さはしっかり見たいところですね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。まあ、明確に冷やしだと高値更新してきてますから、まあ、売りはないかなと思うんですね。買っていくか、もしくは高値圏を警戒して様子を見ていくかということになるかなと思うんですけども、まあ、このあたり上昇トレンド見えています。波の起点、まあ、1.27 の40とか50あたりを見ていますから、まあ、もう200ポイント近く上がってしまってるんですね。どうしてもこのあたりをサポートに買っていくというのは、まあ、これは難しいと思います。まあ、となってくると一旦の調整はやっぱり待つ必要はあるかなと。現状も流れが止まってないですからね、今日もどんどん行ってしまうかもしれませんけども、仮に調整入った時にどこまでを見ていけばいいのかというのがこのチャートだと見えてこないですからね、リスクが読めない以上はなかなかやっぱり手は出しにくいかなというふうに思います。まあ、一旦の調整、今日は CPI を控えてますからね、もしかしたら動かないという流れもあるかもしれませんので、そういったところから調整があれば、次の回見やすくなってくるんですけどね、現状このサポート、これを探していくというのが最初の仕事にはなってはきそうです。ですから今すぐ動向というのはちょっと難しいですかね。まあ、調整の売りをショートで見ていくのも悪くないんですけどね。ただポンド強いですからね。まあ、売っていくんならまあドル高、見ていくのが面白いと思いますから、まあ、弱い通貨を意識した方がまあ面白いとは思います。ポンドに関しては押し目買いをしていく場所、これを丁寧に探していこうかと思います。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷え性を重ねています。このポンドも強いんですね。円が弱いというのもありましたけども、ポンドも強かったんですごい上昇になっていたわけですけども、ここ最近円が買い戻されています。であればこう押しが入っても良さそうなもんなんですけどね、ポンド円ってなかなかこう押してこないんですね。相当円が強いですから、まあ、若干の押しは確かに入ってはいますけども、例えば押し安値、これも終わってないですね。現状こういった調整の形が見えています。他の黒線と比べていただくとも全然違うと思うんですね。全然こう押してこない、その理由というのが、ポンドの強さの部分ですね。現状サポートがまだ見えているわけですから、打っていくんならせめてこういったところは割り込んでほしいところです。ただまだそういった状況にもないですからね、やっぱりこう押し目買いを見ていくということになってくるんじゃないですかね。円の強さを仮に見ていくんであれば、他に見るべき通貨というのもあるんではないかなとも思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見てもやっぱりサポートは若干回ってきているんですね。売りのトレンドが強い、やっぱりこれは円が強いということになってくるんですけども、決してポンド弱くないですからね。どうしてもやっぱり値動き見てると、このような形ですぐに流れが止まってしまいます。仮に円の方に調整の戻り、つまり円売りですね、若干でも見えてきてしまうと、これポンドの強さが効いてきますんでね、この戻りは強く入ってくるかもしれません。ショートを見ていくには今このポンドが強すぎるかなというふうに思いますからね、あえて見ていくんならやっぱりこうリバウンドを見た方が個人的には面白さを感じます。ただ今円が強いんでそこがどうかというところですよね。今またここで足場を作ってますからね、仮にリバウンド見ていくんならこれ高安が見てますからね、上の方でやっぱり買いたくないですね。下の方から買っていくのは、リバウンドを見ていくなら一つありだと思います。サポート今181円あたりに見えてますから、もちろんこれ割り込んだら一旦は撤退ですね。このような形でこう割り切って見ていけるんであれば、黒線の中では一番リバウンドはこう注目したい通貨にはなってきますがね、やっぱりポンド強いですからね、そこはこうブレずに見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に冷え性を重ねています。ポンドが強いという話をしている一方で、少し弱さが目立っているのがこの5ドルになります。下落の調整局面、現在地高値圏ですね。ドルが若干弱くなってきているわけで、そうすると上がりやすくなってくるはずなんですけどね、今目の前に見えているこの抵抗、なかなか抜けてきてくれないです。0.67、もう完全に壁になっていますね。
昨日なんかもこうね、下がったらこう押し目買いなんかも入ってるんですね。まあ、このあたりがまあドルの弱さの部分だと思うんですけども、強ければ抜けてきますからね。やっぱり5ドル、それだけ弱いということなのかなというふうに思います。下落の調整の戻り売り、こういった流れが今は見えてしまっていますね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。もう明確に今目の前に壁が見えているわけでね、であればもうこの高値バックに売っていくのがメインシナリオになってくるかなというふうに思います。ただなかなかこうドルにね、買いが入ってこないから、まあ大きなトレンドになってこないわけですけども、ただドル安値圏までは来てます。まあいいところまで来てますしね、今日は CPI なんかもありますから、まあ、もしかしたらまあ調整の買い戻しなんかは出てくるかもですね。多少の買い戻しだったとしても5ドル弱ければ、まあ、強弱の差が出ますからね、高値圏から売りが入ってきやすい状況は出てくるかもしれません。まあもちろんこれ CPI の中身というのはわからないですから、この結果次第でまあ環境の方が変わってくる可能性はあるかと思いますけども、現状ではまだ高値抜けてないですからね、ここの壁というのは強く意識して今後も見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらが5ドル円1時間足に冷やしを重ねています。ここ最近の円高、これに対して5ドルがすごく弱いということもありますから、まあ、チャートとしては売りのトレンドがこれで明確に見えてしまってるんですね。強弱の差がすごくはっきりついているということにはなります。この前には強い上昇ありましたからね、押し目買いを見てくる人はいそうですけども、ただ値動き見てるともうずっとこれ安値更新ですよね。買っていくにしてもサポートが見えてこないと買えないですからね。今はそのサポートが見えてないですから、買っていくのはちょっと難しいかなと思います。ただまあ高値から相当な売りが出てますし、こういった押し目買い勢力というのもいないわけでもないと思いますし、まあ、今夜は CPI を控えているというのもありますから、まあ、少し手は出しにくい環境もあるかと思います。そうなるとまあこの辺りで調整の動きが出てきやすくはなってくるかもですね。これもざっくり言ってしまえばチャートはすごく弱いんですけどね、ただいいところまでは来ているという感じですかね。イベントも控えていることですしね、突っ込んだところでショートをしていく必要はないかなというふうに思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足を見てもなかなかこう売りが止まらないですね。下落トレンド見えてます。現在調整局面ですかね。短期足を見ていくと、まあ、定期的にこういった調整挟んでますんでね、まあ、こういった調整も意識したいところ、調整出てくるとまあ高安が見えてきます。まあ、リバウンド見ていくんなら安値からですね、売りを見ていくんなら高値からと、まあ、ということになるかと思いますけども、ただ5ドルがやっぱり弱いですからね、買っていくのは相当慎重に見たいところ。調整出てくればまず意識したいのは戻りの壁ということになってくるかなというふうに思います。はい、ということで、インデックスで最後少しおさらいをして見ていこうかと思いますけども、こちらドルインデックスになりますけどね、安値圏、まあ、少し抜けてきていますけどね、やっぱりちょっとこう突っ込んだ環境になってきてるかなというふうに思います。波の起点もだいぶ遠いですよね。まあ、安値圏という認識で見ていくんであれば、少し買い戻しは出てくるかもですね。まあ、ドルは弱いと思いますけども、まあ、売っていくには場所はすごく悪い場所かなというふうに思います。はい、そしてこちら円指数になりますけどもね、やっぱり下落の調整局面と見ていくんであれば、まあ、これもいいところまでは戻ってきてるんですよね。まあ、若干抜けてはきていますから、まあ、強いのはわかるんですけどもね、ただ買っていくにはちょっと高値圏すぎないですかね。まあ、すぐにこう反転なんかを見る必要はないにしても、このあたりで一旦の調整は考えたいところです。高値掴みなんか十分注意はしたいですよね。今のこの環境というのはひとまず夜の CPI までかと思いますんでね、そういった意味では少しまあ調整の動きを疑って今日は値動き見ていこうかと思います。第一目の CPI 夜の21時半、ポジションは十分注意はしてください。今回は以上になります。ドル円やドルインデックス、株式については別動画になっていますので、参考にしていただければと思います。それでは今日も頑張っていきましょう。